もう1年経ってこういろいろ溜まったからもういいんじゃないですか、お店でずっと流して流して、うん、どうやって流したいんですか？なんかデータ取って、いや別にうん、あれからあの今までのやつがあるじゃない、 YouTube とか YouTube とかあれで流したりして、たまにずっと流したら嫌がられるかなと思ってYouTube だとあれ音楽が入らないから、そうなんだよね、音楽入らないから、うん、こっちデータとか渡せますよ、 CD に焼いて。あ、本当ですか、うん、2番組、2日分入れていきますね、1万、はい、いきます。はい、ヒップスチャンネルの時間です。美とリラックスの隠れ家、美容室と太鼓式マッサージ、美容送信マッサージが一つになった隠れ家的サロンヒップス。普段の喧騒をちょっと離れて心地よい空間とひとときを皆様にお楽しみいただければ幸いです。電話番号は 098-897-3995 です。ギノアン HIPS で検索してください。この番組は美容と健康、アジアの美容状況をお話しする番組です。メッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではユーストリーム、ツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。サイマル放送もやっています。リッスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から沖縄、九州沖縄をクイック、 FM ギノワンを選曲してください。よろしくお願いいたします。はい、たまちゃんよろしくお願いいたします。はい、今日はね、はい、ちょっとまあ、私これ今からちょっとすごい怖い、なんか老いに負けない秘訣っていうの、老化ですね、老化に負けない秘訣をちょっと勉強していこうかなと思っています。はい、で、私も最近感じますよ、老化。本当ですか？うん、なんでしょう、すごい甘いものを食べたらちょっとなんかムカムカするのか。あ、でもなんか本当に白いお砂糖は敵って言うじゃない、なんかすごい体に悪いって言って、今度それもね、今度勉強してきて言おうかなと思ってんだけど、なんかもう本当に甘いものも好きなんですけど、甘いも怖いですよね、食べるとちょっとね、敵なんですけど、ね、私これなんでやったかなって思ったら、なんか一番気になったのが、はい、沈黙は健康の敵ってあるわけ。沈黙は健康の敵、うんうん、なんかやっぱり黙ってたら、うん、老化していくみたいよ。そうなんですか？なんかやっぱりね、おしゃべりなおばちゃんは元気みたい。あ、まあまあまあ、そんなイメージはありますね、やっぱり、うん、頭が活性化するみたい。やっぱりおしゃべりっていうことは結構いいみたいなので、なんかうん、口と頭を使うことが大切って、ね、沈黙は健康の敵。年齢を重ねると昔から仲間が減り、人と話す機会も減りがちなので、新しい仲間を作る努力をしましょうって。まあ、でもほら仕事もどんどんなくなってくるし、なんかお家にいる時間が長くなってきたらやっぱり喋んなくなるじゃん。そうですね、うん、確かに良くない。あんまりぼーっとしてくる。怖いよね。怖い、うん、確かにそうですね、うん、でもじゃあ坂本さんのお仕事やっぱいいじゃないですか。ね、私、うん、
言っても不思議なんですけど、うん、やっぱ美容師さんってこの話の振り方というか、うん、なんか上手くないですか？嘘そういうのもなんかどこで勉強するんですか？いや勉強してない、勉強してないけど、うん、私の場合は、はい、ちょっとだけ振ってみて、うんうんうん、あこの人喋りたくなさそうと思ったら喋んないけど、うん、そうですね、怖いじゃんだってね、うんうん、もう嫌がってる人も多分たくさんいると思うので、うん、あの喋んないようにちょっとする時もあります。特にうちのお店って割となんていうのちょっと静かを売ってる感じでもあるじゃん、うんうんうん、だから、ね、あんまりわざと喋んなくする時もある。で喋る時は、うんちょっと振ってみて、あこの人喋りたそうだなっていうのがなんとなく分かるっていうかこの話題好きそうだなとか、そうそうそう、うん、話したいだろうなっていう時にはちょっと振ってみて、あこれあんまりこの話題あんまり好きじゃなさそうと思ったらすぐ話題を変えるだからなんかこれで癖ついて友達と喋る時もコロ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 話題が変わるわけ私、うん、あそうなんですね、うん、この話面白くなさそうだなとかもうすぐになんか変わって、なんかもう自分の場合は、うん、やっぱりあれなのかな、生まれ大阪なんですよ。だからかな、わかんないけど、うん、本当に青春時代は大阪だったのでかわかんないけど、なんか沈黙したらすごい怖いわけあ、まあ、そういうことちょっとありますね。あの沈黙が怖くて、うん、たまにお友達となんかどっかしてご飯食べに行ったりするじゃん、はいはいはい、そしたら、うん、沈黙になったらちょっと焦ってくるわけ、うん、なんか、うん、なんか喋んなくちゃって何の話題を振ろうかなとかすごい、なんていうの考える時がある。でもなんかそのちょっと失礼かもしれないですけど、うん、関西の方って毎日なんかネタ探ししてるみたいになって、うん本当にそうだと思う。だってなんか人の話、人が話してるじゃん、うんうん、だけどその話してる間に、うん、次何喋ろう次すごいなんか考えてた。もう大変じゃないですか。ちょっと分かんないけどなんかそれが普通って感じで、まあね、それもあって、うん、まあ、まあ話すのも好きだし、うん、分かるんですね、うん、相手がどういう話が好きそうみたいなのも、うん、分かんないけど、はい、分かんないけどなんとなくちょっと振ってみて、うん、面白そうな話になったら、うんうん、でも私ちょっと喋りすぎる傾向があってもう本当に極力、うんうん、あんまり喋りすぎないようになんかしてる、うんそうなんです、うん、お店の中でも、うん、なんかたまに今はほらネットとかで、はいはいはい、お客さんがほら予約入ってたりするじゃん、うんうんうん、でその時になんかコメントで、はい、なんかなるべく静かに過ごしたいとかって書いてある人が結構いるわけ。あ予約する時に、予約する時に、なるほどなるほど、うん、だったらあ喋りたくないんだけどそういうの書いてもらえたらなんか分かりやすいですね、うん、そうそうそう、そういう人はもう、ね、極力も何も喋らないようにしいやちょっとうずうずしてきません、なんか喋、うん、りたいな、でももう喋ったらダメダメと思ってもうほらうちほらちょっと個室、うん、待つとこ個室があるじゃない、はいはいはい、だから、うん、割とそういう人は個室に閉じ込めてるっていうかそうですね、うん、あっちになんか行って、うん、なんかもうゆっくりしてくださいみたいな、あまあまあそれはそれでもう寝ちゃいますね、うん、あそうそうそう寝てる大体、うん、お茶持ってて寝てるって感じで、なるほど、うん、じゃあなんか他に、うん、この老いに打ち勝つ、打ち勝つのは、うん、ありますなんか毎日の仕事があるっていうのがいいみたいで、うん、なんか散歩する人もいるけど足だけでもなく手を動かすも重要ってやっぱりね、料理とかね、ああいうのがとてもいいみたい。あそうなんですね、うん、でこの人はなんか日記、うん、この人はずっと日記をつけてたんだけど、うんうん、日記よりは本当は日記っていうのはなんか後ろ向きのようにちょっと感じて、うん、それよりは予定の方がいいみたい。あ日記で今日のことを振り返るよりかは、うん、そうそうそう、今日朝起きて、うん、今日何しようとか、うんうんうん、予定、そんなに予定ってほら年いってきたら多分なくなるかもしれないけど、うん、でも今日何しようとか、まあ、無理にでもちょっと作って、うんうん、予定を書く方が前向きみたい、うん、あなるほど、私これすごいいいなと思ったわけ、うんうんで私なんかはなんかほらやっぱりもう仕事に追いまくられてるんだけどだけどでもやっぱり今日の予定はない、今日何しようかなとか思って予定をこう書いてたら、う
やっぱりほら、割とスムーズにいく、うーん、やっぱり予定って大事かもしれないと。そうですね、うん、私も立てようと思いながらなかなか、うん、まあまあ一応なんかこのやらなきゃいけないこととかは、ね、そうそう書き出すようになんか最近ね、うん、始めました。なんか私なんか忘れるわけ、今日何しようと思ってたんだけど。わかります、わかる、うん、なんか夜になったらなんか、あ、これやってないとかやってないことが多くて、で沖縄ってほらなんかやっぱ車移動だから結構なんか渋滞にはまったりして、やろうと思ってたことができないことが結構あるじゃん。そうですねだから、うん、やっぱりでもそれをどうにかこうにかね、うまいことをこう計画を立てて、工夫するっていうのも頭の回転にいいかもしれない。あ、確かにそうですね、うん、このそうそう今のちょっとの空き時間で、あ、これができるとかいうのを考えるのもまあまあいいんですかね。うん、なんかね、うん、皆さんほらなんかみんなスマホとかパソコンとか上手なんだけど、私もメール打つのも遅くてなんか人にメールとかなんかもう返さないといけないこととかも結構たまったりするわけ私そ, うそうそうそう、うん、もうそれで、うんうん、もうなんか、あ、もうこれ返しとかない、まあ、仕事のことでも返しとかないといけないとか思ってやるんだけど、うん、めっちゃしんどいいやでこのなんか、うん、やっぱ携帯を打つのも、うん、まあ、今スマホが普及してるからあれかもしれないんですけど、うん、やっぱガラケーのボタンをポチ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 押すのも、うん、なんかちょっと老化予防にいいっていうのは昔ちょっと言ってましたよ、うん、そうなのかな、あ、でもゲームもいいとか言って今言ってますよ ね、 ちょっと前まではなんかパソコン、あ、なんかゲームとか悪いとか言ってたのに、はい、なんか変わっていや最近そのなんて数学系とかとパズル系のゲームが多くなってるんで、うん、これでいいのかなっていうふうに。昔はなんかこの RPG とかばっかりだったから、戦いの、うん、とか、そうなんだ、頭使いますけど、うん、もっとそれよりなんか数学的なことが多くなってるからじゃないですかね。あ、そうかもね、うん、なんかちょっとね勉強してそういうのもやろうかいやでも私のおばあちゃんも、うん、今年67かな68かなんですけど、うん、最近タブレットを買って、すごいじゃん最近タブレット買って最近まあ、うんうん、今年の夏ぐらいですかね、うん、タブレット買って、うん、私に LINE を送ってくるようになった。かわいいじゃないかわいいじゃん、うん、そうですね、うん、なんかついにデビューしたんだみたいな、うん、多分すぐ飽きると思うんですけど。いやでもやりだしたら大丈夫じゃない。いやそうですかね、うん、いやうちの家計はあれですよ、飽きるやり始めて結構すぐ飽きるタイプなんで、そうなんだ、うん、いいけどね、なんか、うん、なんか最近、なんか最近、うん、やっぱ材料って私らパーマ液とか、はいはい、材料屋さんにこう注文入れるんですけど、はい、そういうのもみんな LINE になってきてる。あ、LINE になって、うんうん、そう、なんかね、して、なんか美容の、なんか、はい、ムースとかそういうのって長い、名前が長いの分かる？なんか、なんとかなんとかコンディショナーとか、うん、なんかもうすごく、なんか、紛らわしい名前がいっぱいあるわけ。でもこれをいちいち打つのもなんかめんどくさいなと思ってんだけど、ね、いやでもファックスとかはもうないんですか。あんまりあんまりファックスっていうよりはもう LINE とかあんなのでお願いしますって感じが多いですね、まあ、一応電話でも大丈夫なんだけど、うんうん、なんかほら直接この、営業マンに届くのは LINE の方が届くので、はいはいはい、あ、そうですね、うん、だからやっぱり LINE でお願いしますっていうのが多いですね。へー、びっくりでしょ、うん、びっくりでしょ本当に依存しすぎてて、はい、もう LINE がなくなったらどうしようって、結構あんなに思います。だからなんか最近は結構ちゃんと電話番号とか、なんかメールアドレスは持ってる人も少ないんですけど、メールアドレスとかなんかちょっと聞くようになりました。あ、でもあれだよね、うん、なんか携帯がなくなったら電話番号も何もわからないけどって感じする。あ、確かにそれに全部入ってますからね、うん、もう本当に携帯なくしたら怖いよね。怖いです。何もなんか情報がないしかも今お家に電話がある人も少ないじゃないですか。なんかそうみたい、うん、だからこの電話帳とか見てもわかんないよねどうしようって感じで、昔は電話帳で結構調べたりしてたんですけど、うんうん、なんかもう全然わかんないよね。怖いですねはい、ここで一曲お願いいたします。はい、
これなんていう曲だったの？これは流星、手島葵さんです。何だったかなと聞いたことあるなと。あ、本当ですか、うん、この人70歳の時に、これ言おうかな、親友を作ると決意し、仲間の条件を設けました。親友？うん、おかしいよね、うん。仕事が自分と違うこと、能力が高すぎないこと、ケチをつけるのを偉いと勘違いしてないこと。うん、難しいな。書いた人は何歳なんですか？おじいちゃんみたいな。でも、なんかそうだよねと思う。うん、あ、この人92歳だ。92歳、すごいな。お茶の水女子大学名誉教授の、大学教授って何歳までもできんだね、92歳でも。名誉教授だ、名誉教授だからいいんだね。名誉教授もやる？名誉教授なんていうの？いや、名誉教授まあやらないよね。やらないと思いますよ。ただ名前だけがあるもん、うん、92歳だもんね、やってもね、何言ってか分かんないここはもうちょっと92歳だとちょっとできないかなって思います。ないぐらい、7、8分ですね。沖縄のタイムズとかですか？うん、これは政教新聞見てきた。あ、なんか結構ちょっとそういうのが載ってたから、でもいいんじゃない、この名誉教授の話。名誉教授。ちょっと BGM 行きます。はい、ヒップスチャンネルです。はい、このちょっと話の続きなんですけど、はい、この廊下に、廊下の話を書いてる方が、はい、92歳のなんか名誉教授、お茶の水大学名誉教授の外山茂彦さんっていう方なんですけどね。92歳ってだからちょっとびっくりしたんですけど、あ、92歳なんだって。でもすごいなんか話の内容が若々しくて、うん、若々しいんじゃない、なんかすごいなと思ったんだけど、ね、やっぱりさすが名誉教授なんだと。でこれこの中で私なんかこれもすごいなと思ったのが、はい、この方70歳の時に親友を作ろうと思って、うん、なんか条件を自分の中で条件を設けてるわけで、これでなんかこの条件の一つが、はい、仕事が自分と違うことで、能力が高すぎないこと。高すぎない。でこの人すごい能力高いよね。でもね、名誉教授だからそうですね、うん、多分ね、で自分より高いのは嫌だった。もう最後が、はい、ケチをつけるのを偉いことと勘違いしてないこと。でもなんか日本人ってすごい年いってきたらケチつけるよね。ちょっとわかりますね。え、かあ、だからすごいと思って、この人偉いと思って、さすが本当ですね、うん、でもなんか本当に偉い人って、本当に偉い人ってあんまりなんかぐちゅぐちゅ、なんかさすが人格がいい人ってぐちゅぐちゅ言わないんだなと思う時がよくある、ね、うん、頭が低い人って本当にやっぱり素晴らしい人、頭低いんだと思う時がよくあります。なんかびっくりする時がある。めっちゃ部下思いだったりしますよね。ああ、なんかもういい人、うん、いい人っていうか素晴らしいって思う人の方がなんか頭低かったりするよね。
本当にすごいです、ね、うん、もうびっくりっていう時がたまにあります、うん、なんかあのお客さんでも、うん、この人素晴らしいよなと思ったらすごいなんかもう偉い人だったりする時がある、そうなんですね、うんうん、なんかやっぱり違うなと思う時がある、うん、じゃあこれはあれですね、うん、じゃあ、あの腰を低くしていったらちょっと位が高くなれるかもねみたいな、なんかそんなあのそんなことわざとかもあるじゃんそうですね、でも、はい、なんか私こんな言ったら怒られるかな、でも、うん、なんかあのすごいほらあのバーキンとか、うん、何百万のカバンとか持ってくる人とかたまにいたわけ前、うん、あ、なるほど、うん、でこの人何してるのかなと思ったら、うん、やっぱりちょっとあのなんていうのかな、自分のことをちょっと高く見せようとして、うん、そういうの持ってる人もいる、あ、まあ、まあありそうですね、あ、なんかそれでお客さんを呼び寄せようみたいな、 あの人お金持ってそうだなみたいな、そう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 、ちょっといい人っぽそうだなみたいな、そう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 、だからあ、なんかそういうのに騙されてはいけないなと思っただけもちょっとあった、ごめん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 って感じだけど、うん、そんな時もありました、まあね、うん、なんか元がいい人ほどあのなんて言うんですか、うん、シンプルでもすっごい綺麗に見えますもんね、そうそう、だから、うん、なんかブランドのものでも、うん、なんか本当にこれユニクロかなと思うような洋服着てて、はいはい、うん、パッと預かったら、うん、もう後ろにすっごいブランドが書いてあったりする時があるわけ、あ、なるほど、あ、だからもう、あ、こういうのがおしゃれっていうのかなみたいなびっくりする時がある、あ、そんなこともある、ありますね、うん、本当にびっくりとか思って、うん、あ、こうやっぱり違うんだと思って、うん、パッと見で分かるようなやつはあんま良くない、良くないわけじゃないんですけど、まあ、なんかでも持ちたいけどさ、パッと見も持ってないんだけど、まあ、持ちたいでは持ちたいですね、持ちたいんだけどパッと見もできないからちょっと歪んでるのかも分かんない私の場合はいやいやいや、じゃあここであの、はい、ワンポイントいきましょうか、はい、ありがとうございます、はい、ヒップスのワンポイントビューティーレッスン、はい、今日はどうしましょうはい、ワンポイント、はい、ワンポイントはこれからは秋なので、うん、はい、じゃあ秋はどこ見せる秋は見せる、どこ見せる、見せないよね、見せない、うん、見せないけど、はい、やっぱり顔かな、あ、まあ、顔しか出てないよね、顔しか出てないですね、うん、顔しか出てないけど、うん、私最近なんかツボで、はい、シワシワのツボをなんかまた勉強して、うん、すげえと思ったんだけど、はい、それをちょっとやりたいと思います、ツボ、はい、は小鼻の小鼻の横っちょでなんかほうれい線が始まる、なんていうの、あ、ちょっとへっこんでるとスタートライン、へっこんでるところがあるんですよ、それを顔の方にちょっと向かって、あんまりた痛いまで押さなくていいんだけど、ちょっとか鼻の方に向かって、うん、向かってちょっと15秒ぐらい押すんですよ。じゃあこれはシワ予防、ほうれい線のこう予防ってことですか。そうそう、ほうれい線とか、うん、大体もうシワの予防になるんですよ。へー、すごい。だからそれ一生懸命最近は、やるようにしてます私もほうれい線ひどいからちょっとやろうかなと思って。へー、でもう一つ上が、はい、この小鼻っぽい、小鼻があるじゃん、ぷっくり、はい、その上にちょっとだけへっこんでるところがあるの、はい、分かる、はいはいはい、ここも顔の中心に向かって15秒ぐらいぐーって押すわけ、こうやって前顔と中心に向かって、この鼻で息できないから口ちょっとだけ開けて息できないじゃん、死ぬじゃんあとなんか昔こんなして、はい、こう真ん中に寄せてやったらこれも、はい、なんていう顔のシワのツボなんですよ、うん、老化のツボ、うん、もういいよ今日はちょっと老化でね推し進めていましたけど、はい、でも大事なのもう、もう大変じゃん、もう老化怖いわけ本当に怖くて、もうそれを日夜戦う、どうやって戦えるのかなって
でもやっぱあの表情筋も大事って言いません？うん、そうそう。でも、うん、表情筋もあれだよね、あの笑いじわだったらいいけど怒りじわは怖いよね。うん、ほんとそうですね。うん、手に寄ってたりとか、なんかめっちゃ怒ってる顔は怖いじゃん、うん、だから目尻のじわぐらいニコニコしてるしわはいいかなって私は思ったりするんだけど、私も確かに目尻はまあ、うん、まあまあ許すかなみたいな、うん、でもとにかくあの顔怒ってたらそんな顔になるから、うん、やっぱり笑うことかな、うんうん、そうですね、ニコニコしてたら、うん、あのそれなりのあのニコニコすると結構ほうれい線か、ほうれい線出てだから出たのかそうだと思います。だから出たのかな。ちょっとそれに気になってんだけど、でももうちょっとこのツボを押してちょっと頑張ろうかなと。そうですね、うん、はい、なんかでもみんな頑張ってください。これからまた秋なので、うん、体隠れてる分顔に集中するかもしれんし、いやいいと思います、はい、顔だけシュッとして、ね、顔だけヒュッとしてたら細く見えるので、はい、頑張っていきましょう。はい、はい、ありがとうございます。あのフィップスチャンネルでした。また来週同じ時間でよろしくお願いいたします。